ました。皆さんこんばんは。さあ今週はですね、はい、ちょっと皆さん、ね、これ何ですか。目の前に画用紙とペンと色鉛筆用意してますが、はい、この3種類が揃ったといえば、おお、ね、またキング書くんですか私。違います。大好評でしたよ。でもあれ全然違う。違うんですか。かおりちゃんの似顔絵は描きません、はい、描かないの。そもそもですね、はい、今日この3つを用意したのはね、うん、やっぱり今パチンコパチスロ打つ上で、はい、やっぱいろんな大当たり確率であったりね、はい、いろんな数値を知ってたら立ち回りに有利になることが多いんですよ。はい、君たちはそういうのをちゃんと分かって立ち回ったりしてるんですか。ああ、まあ大体ですかね。まあ大体この辺の趣味には入ってますけどね。もご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 何を言ってるんですか。もごもご、いろいろね。そもそもですよ、そのね、はい、数字的なことを覚えるより前に、はい、記憶力がないと思うんです、あなたたちには。ありますよ。昨日夜何食べたかパッと今言えますか。あいちゃるちゃん、すぐ言いなさい、すぐ。ハンバーグ。はい、かおりちゃん、出てこないよ。ほら、何食べたっけでしょう、はい、そういうところがダメだ。そういうところがダメだからね、記憶力をもっとアップさせようということで、はい、普段から記憶力を、はい、ね、うん、意識して生活しようということで、はい、今日は絵本を描きたいと思います。なんで絵本描くんですか。みんな絵下手くそなんですけど。僕の説明が下手すぎました ね。あの童話を絵本にして、はい、紙芝居にして、はい、やろうと思うんですよ。童話は結構小さい頃見たでしょ。絶対に見ました見ました。いろんなもの、はい、なんかいっぱいあるじゃないですか。あの花咲かじいさんとか浦島太郎とか、はいはいはい、なんかもうちょっとね。おじさん系ばっかり。そうだよね。もうちょっといっぱいあるでしょ。おじさん系童話って何。かわいいやつだったね。ありますよ、白雪姫とか。そうそう、あ、白雪姫あるいっぱいあるもんね、うん、なんかかわいいやつがいいんで、うんうん、私にぴったりなシンデレラを描こうかなと思います。顔塗るぞ。なんでですか。顔シンデレラガール。私普通に言いなさい、普通に。シンデレラ良くないですか。絶対見てると思うんですよ。わかります、わかります。いい、シンデレラか。ちょっと待って、ちょっと待って。シンデレラね、だいぶ見たことはありますよ、絶対、うん、ありますよね、シンデレラね。ちょっと待って、はい、あのシンデレラって、うん、ヒントだけもらっていい。シンデレラはあの靴が重要になる話やんね。あ、そうですそうです、ね、オッケーオッケーオッケー、靴が重要になります。オッケーオッケー、わかるわかる、わかりますか。じゃあそれをそれぞれ前半、中盤、後半って書いて一つの絵本、うん、あの紙芝居するから、はい、シンデレラね。シンデレラいいの、シンデレラで。いいですよ。小太りじいさんとかいろいろあるよ。いらないです。前半、中盤、終盤と分けてやりましょうか、うん、はい。前半書きたい人。じゃあ、はい、前半、中盤、じゃ。なんて終盤って落ちやんか、難しいやろ。靴でしょ。靴終盤ですから。というわけで今回は遊び場拡大版として記憶力を試す企画を行います。題して懐かしい昔話、みんな覚えているかな。紙芝居でシンデレラを完成させようスペシャル。さあどんな紙芝居が完成するのでしょうか。今回は記憶力を試すということで、3人がシンデレラの紙芝居を作っています。ルールは3つにパート分けし、それぞれが担当部分の紙芝居を作成、それをつなげてストーリーを完成させます。まず千春ちゃんが始まりから魔法使いに会うまでを担当、そして香里ちゃんが魔法使い登場から舞踏会で王子様に会うまで、最後に山金が王子様とのダンスからハッピーエンドまでを担当しますよ。はい、じゃあシンデレラの始まり始まり、はい、イエーイ。はい、シンデレラ、昔あるところに素直な優しい女の子がいました。うまいうまい、うん、で3人のお姉さんたちがいるんですけど、お姉さんたちはちょっと意地悪で、うん、全部家事もシンデレラがしていました。かわいそうだ、はい、かわいそう。さあそんなある日、うん、町で舞踏会があるということで、お姉さんたちはそそくさと舞踏会に行ってしまいましたが、シンデレラは
舞踏会で着る洋服もなく、お家の家事もしないといけないから、はい、行きたいけども行けないとしくしく泣いていた、そんな時、うん、シンデレラのもとに、ちょっと待ってください、ブドウだけに、ブドウ会だけにブドウがついてるんですか、これ。そういうこと。そうですよ。いや、それこそ、ちょっと待ってください、それこそ、今は分かります、あの舞うブドウ会って、はい、でも小さい時ってブドウの会って思ってませんでした。それを解いたわけね。そうかも。そう思ってたでしょ。思ったかも。ブドウの会にみんな行きたいんだと思ってたから、遊びどころでね、入れたわけね。いいじゃないですか。ちゃんと覚えてるっていうことですよ、はいはい。でうまいんでしょ、あるちゃん。出てきました、じゃん、魔法使い、うん、おばあさんがですね、魔法使いのおばあさんがえらい笑ってるけど、魔法使い出てきまして、シンデレラ、あなたも行きたいのと、うん、はい、行きたいですと言うと、素直な、うん、シンデレラのために私が魔法を使ってあげましょう。魔法使いっていい人なんやね、じゃあ。そうですよ。あ、そうなんだ。意地悪じゃないです。当たり前じゃないですか。まあ、そうなんだ。そうです。魔法使いはカボチャを馬車にしてしまい、うん、そこにいるネズミたちを馬にして、うん、そしてシンデレラのボロボロの洋服も、うん、あ、綺麗になった。じゃーん、ドレスに変えてくれました。綺麗。そこまで。はい。あ、そこまで。そこまでね。はい、はい、分かりました。ちょっと待って、千春ちゃん、そこのパートっていや、そして、はい、うん、ちょ、何をもどもどして、早くやんねんよ、早く。いや、あの、うん、はい、私1枚しかないんですよ。え、1枚しかない1枚違うの。え、だってさ、うん、どこまで書くって言った。魔法使いまで。魔法使いに会うとこまでって言ったよね。全部書いてんの。あって、僕とか用意したところが、そう、行き過ぎてるっていうこと。そう、ジャラちゃんが。しかも上手だから私出したくないんですよ。まあまあまあ、いいや、いいや、いいや、カオルちゃん、いい、やんない。そう、千春ちゃんは魔法使いに会うまでが担当。魔法使いに会ってからはカオルちゃんのパートですよ。え、これどうします？巻き戻っていいから、そこで巻き戻ってもいいから。はい、じゃあ、魔法使い出てきました。じゃーん、すごいいい人なんですね、魔法使いがね。そしてシンデレラも武道会に行きたいでしょと、はい、武道会に行きたいでしょと言います。そうね、私も行きたいわ。じゃあ、あなたに特別に魔法をかけてあげましょう。じゃーん、素敵なドレスのプレゼント、うん、もうさっき見たね、これ。さっき見たし、あ、さっきの方が可愛かったし。え、口紅塗っちゃってますけど、べったり、べったり口紅塗って、これ塗りすぎ、違います。可愛いでしょ、可愛いよ。はい、そして、うん、どうやってお城まで行くのか、はい、その辺にいたネズミは馬に、うん、そしてカボチャは馬車にしたん、うん、さっき見ました。でも、そう、では、後ろまで行ってらっしゃいということで、完全に手抜いてますよね、ここ。ここワクワクとわーいってますけど。シンデレラがそこで、うん、素敵な出会いがあるわけです。そこで、じゃーん、素敵なイケメン王子様に出会いました。うん、王子様制服着ちゃってるね。中学生の王子様ですかね。いいんです、あの白衣じゃないや、学生服じゃないの、これ。だっけ、違う、あの何、白い、いい、かっこいい格好なんですよ、これは。かっこいい格好、そう、キャッしてるもんね。テンションマックス。シンデレラは王子様と踊ることに決めました。はい、はい、ここまでです。と、ここまでが2人のパート。さあ、最後はヤマキン、お願いしますよ。ね、じゃあキングは、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってください。あ、見たことある。これサッカー選手ですよね。違う、サッカー選手。そう、実は以前放送した遊び場の未公開シーンにて、じゃーん、ほらほら。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、この顔とか完璧じゃない。顔とかじゃない。話がちゃんとしてればいいでしょ。まあ、そっちも重要です
から。だから、はい、王子様に会って踊るところまで行って、はい、楽しく踊ってたんです、はい、シンデレラは12時に帰らないといけないんです、はい、それなぜなら、はい、魔法使いから12時であなたの魔法が切れますよと言われてるんです。そうなんです。覚えてるでしょ。で、はい、見てください時計を。もう12時が近くなってきて近づいてます。シンデレラはこうチラチラ時計見てたわけですね。え、それ見て。いやいや、踊りながら。今は踊りそれ踊ってるんです。そうです。踊ってたら12時近づいてきたらもう私帰んなきゃっていうわけです。はい。で、あー、はい、で帰ったんですが、はい、シンデレラが、はい、ガラスの靴を、はい、忘れていったんです、一つ、はい、ちょっとここは、はい、もうちょっとありますよね。そう、名シーンですから、うん、この真っ白な背景じゃなかったもんね。違う違う、それ言ってよ。階段でしょ、階段。あ、そうなの。そうですよ、全然覚えてないじゃん。名シーンですよ。階段で落とすんだ。そうですよ。いや、これね、でもあれですよ、ちょっと皆さん踊り場なんですよ。だからちょっと広めなんで階段のね、階段の踊り場階段の踊り場なんでちょっと広めに見えるかもしれない。これ階段です。階段、階段です、階段です。今から言おうとしたことをあなたたちが言ってしまったんですよ。違うじゃん。シンデレラが靴を忘れていったんです、階段の踊り場で。踊り場で靴が忘れていったあの子ってなったんですね、はい、次行きましょう、うん、なりまして、で、この靴を忘れた人はいませんかと、うんうん、王子様がシンデレラに会いたいがためにいろんな家を回って、はい、この靴を忘れた女子はおらんのかと、はい、こう街を回ったわけです。なぜそこ古いんですか。なんか日本風になってますよ。で、悪いお姉さんたちが私です、私ですって言うんですよ、はい、私です、うん、靴、これは私流通センターで買いましたもんねみたいなことを言わないから。流通センター出てこない、童話に。そしたら、うん、じゃあ履いてみなさいと、ぴったり合うはずだと無理やり履こうとするんですが、うん、サイズがやっぱ違いますから、うん、入りません、うん、はい、ほらはみ出しちゃってるでしょ足が、ね、で王子様も険しい顔ですよ、うん、違うな君、違う君、違う君違うって言ってるんですね。私が変な字になってます、はい、君は違うって言ってなって中、シンデレラが、うん、これシンデレラ。そうですよ、あなたたちね、ほんと分かってる。ちょっと待って、魔法が切れたシンデレラはこんなもんですよ。これちょっと雑になってません、ね、シンデレラ美人ですよ。魔法が切れたシンデレラですから、しかもあんま変わんなくないですか。いやいや、いいんです、いいんです。そういうことはシンデレラが私ですって言ったら、なんとぴったり。見して見して、ぴったり、それぴったり、ぴったり。で、王子様はうわーいた。で、お姉さんたちはうわーまさかぴったりだからわーとかないでしょ。ぴったり入りまして、はい、君だったのかシンデレラは。ちょっと待って、なにこれ、何何、怪しいよ。怪しいって、ちょっとお姉ちゃん来いよみたいな君だったのかシンデレラは。めでたしめでたしと。うそ、最後なんかナンパシーンで終わってます。いや完全にナンパでしょこれ。仲良くなったんでしょ。さあ無事紙芝居は終わりましたが、ここからは反省会。ヤマキンお願いします。さあ、まあでもこういうことで、はい、誰が一番シンデレラのストーリーを覚えてなかったか、はい、ちょっともう一回振り返りたいと思います。千春ちゃんは、うん、まあシンデレラね、私は可愛く描けましたよ。うん、まあ70点ですかね。70点ですか、うん、100点でしょ。70点ですね。まあね、はい、絵に頼りすぎ、うん、ちょっとね、やっぱなんか一人だけ色まで塗っちゃってね、ね、うん、いやいやいや、だからよく見られようという意志がちょっと強すぎて素材で勝負してないというか、はい、で、かおりちゃんに行きますけど、まあかおりちゃんはやっぱりちょっとひどいですね。ちょっとひどいですよね。被ってますからねってね
自分が変えたんじゃん、行き過ぎて、うん、やっぱここ完全にもう最後手抜いてますから。うん、それはわかりますね。白までの道見てください、これ、うん、白って書いてありますから、ね、もう書いてますからね。悲惨ですよね、これ一番悪いパターンですよ。そのということで、かおりちゃん40点ですね。40点、はい、低いよ、それは。で、まあ僕ですけど、はい、キングのはまあなんかこの、あれですよね、やっぱりね、うん、素材で勝負してる感があるというか、取れたて野菜をそのまま食べた方が美味しかったみたいなところあるじゃないですか。躍動感があります。うっそー、まず最後の、いや、私最後がどうしても納得いかないですよ。なんですか、なんですかこれ。最後ほら、もうやだ、靴がぴったりはまっちゃったシンデレラ。ハッピーエンドっていう感じじゃないですもん、最後。なんですかこの無表情の2人。全然幸せそうじゃない。ねえ、なる、やっぱりそういうことで、やっぱりね、まあまあ100点とは言いませんよ、はい、僕のが、うん、でも92点はあると思いますので、絶対ないです。最下位はかおりちゃんということにさせていただきたいと思います。まあ、とりあえず記憶力は OK だったんですが、はい、今回最下位はね、かおりちゃんということで、かおりちゃんには近々罰ゲームをなんだよ行いたいと思います。記憶力だけじゃん、判断する。まあちょっといろんなね、罰ゲーム考えたいと思いますが、やっぱシンデレラ、うん、今回やりましたから、シンデレラ的罰ゲームかもしれないですね、かおりちゃん。罰ゲーム、だからもう朝起きたら靴が一足なくなってるとかそれ罰ゲーム。で、なんとこれで今週はさようならと、ということで、それもびっくり言いますが、はい、はい、また来週からね、実践とかもやっていきたいと思います。はい、ということで今週はこの辺でおやすみなさーい。もう可愛いでしょこれ。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。